ホームチャンネル。はい、今日紹介した一着はこちらのワコマリアの、これはモッツコートっていうんですかね、コートの紹介です。こちら結構人気があるコートになってまして、まずこちら右肩にはワコマリアらしいワッペンが3枚ついてます。で、後ろにこちらが印刷されてます。で、左肩にはM1 みたいにこのポケットがついてます。M65 っていうのもあるんですけども、それとはちょっとデザインが違います。この辺のワッペンはなんか似たようなのが M65 でもありますけども、こっちはちょっと違います。で、中もですね、これフリースというかちょっとこうモコモコになってて、かなり暖かいです。で、中全体的にこのヒョウ柄になってます。で、もちろん日本製なので作りはしっかりしております。で、こちらのファーの方もですね、チャイナラクーンのなんか本当の毛みたいで、すごい触り心地いいです。正面がですね、こんな感じになってまして、左胸にはこの印刷が入ってます。で、ボタンがこうついてますけども、中にはこれジッパー、ここでずっとこれ入ってますんで、ジッパーだけでボタンつけないこともできます。頭の部分まで、さっきの内側はヒョウ柄になってます。フードの部分ですね。で、フードはですね、こちらの M65 とかと違って取り外しはできないタイプです。ワコマリアのコートの紹介でした。かなり真冬でもですね、暖かく過ごせると思います、これ一着で。ワコ好きは買っておいて損ないと思います。ぜひお近くの古着屋とか、まあ、セレクトショップなどで探してみてください。それではありがとうございました。